ここではキングオブファイターズ2003で新たに導入されたマルチシフト、いわゆる交代について映像をもとに詳しく解説していく。まずは交代全般について説明していこう。交代はパワーゲージ上のチェンジ OK の文字が出ている時にできる。BC 同時押しの場合は機械キャラクターの上段の方に交代。CD 同時押しを使った場合は下段のキャラクターに交代する。キャラクターの順番をよく見て使い分けていこう。このように画面左上にあるキャラクターの名前の位置にかかわらず、 BC 同時押しで上段、 CD 同時押しで下段のキャラクターが出る法則に変わりはない。ここではボタンのみで交代できる通常交代について説明しよう。通常交代は画面上のキャラクターがポーズをとって控えキャラクターと交代する。控えキャラクターは交代前のキャラクターの位置に出てくる。また出てきた瞬間は無敵状態だ。通常交代のポーズ中は無防備で、相手の攻撃を食らうと交代が成立しない。もう一つの注意点は、控えキャラクターが着地した後に隙ができてしまうことだ。続いて本作の目玉システムである交代攻撃を見ていこう。交代攻撃は攻撃を出しながら交代し、控えキャラも攻撃をしつつ登場する。パワーゲージを一つ消費することと、ある程度のダメージを与えられるのが特徴だ。交代攻撃は基本的に攻撃発生が早く、ジャンプ攻撃からでもつながる。このように相手の技をガードした後、若干有利な状況になっていれば反撃技として使うこともできる。交代攻撃は攻撃が出る直前まで無敵時間がある。よって一方的に負けることがない。ただし相打ちの場合、交代は成立しない。ちなみに相打ちの場合は有利な状況になっているため、追撃をすることも可能だ。機械キャラクターの出現攻撃は相手の位置をサーチする。交代した場所にかかわらず相手に向かっていく。出現攻撃が地上の相手にヒットすると、このようにかなり有利な状況となる。もちろん連続技を狙うべし。普段は連続技に使えない技もご覧の通りだ。また出現攻撃はガードされても有利な状況に変わりはない。連携を組んで攻めよう。出現攻撃の注意点は、交代攻撃と出現攻撃の間に割り込まれる隙間があること。ガード後にジャンプで逃げると食らってしまうが、無敵技なら割り込むことが可能だ。交代攻撃が空中ヒットした場合、一定時間内ならば相手に追撃することができる。交代攻撃が高い位置でヒットした時は高めなら追撃可能。相手を引きつけて追撃しようとすると空振りしてしまう。控
低い位置でヒットした時は低めでも追撃できる。交代攻撃が空中ヒットした場合はその高さを見極めるのが重要だ。また出現攻撃のみが空中ヒットした場合は低い位置でも追撃できる。マルチシフトの説明は以上だ。最後に交代を使った連続技をお見せしよう。
腹減った KO You win。 KO You win。KO! You win! Perfect! この胸に闘魂ある限り